SQL ばっかり書いてきて、プログラムにあまり自信がない30歳です。今からゲーム業界を目指したいんですが、何の勉強すべきでしょうかユニティとか一通り触ってみればいいんじゃないですか先に電子決済、リモートワーク物の IoT か、これ読んですよ、ね。すみません。今日、アベマで国旗損壊罪について、長尾さんとかいう自民党の議員とヒロさんが話されていたのを拝見しました。まあよくこんな論理的に話せない上に自分の都合の悪いことは聞かない政治家がいるいなと感じました。やはりアベマのスタッフはヒロキさんにこにされるための頭の悪い偉い一つできているのでしょうか実はそういうわけではないと思いますよ。はい あの普通の人が突っ込まないところを僕ちょこちょこ突っ込むんですよ。ABEMA の,の,のニュースの番組に僕まあその MC として出てるんですけどその同じ話話をを繰り返す人の話を僕止めるる癖があるんで要は時間は限られてるわけで、まあ、1コーナーで大体20分ぐらいなんですけどその同じ話を繰り返しても視聴者にとっては情報量ゼロじゃないですか。 まあその人は演説したいのかもしれないですけど別に演説したいんなら YouTube で勝手にやれよっていうのがあるのでその同じ話を繰り返した場合とかそもそも質問した内容と違うことを答え始めた場合って僕止めるんですよ。なのでそ,のそれがそのなんかあの要は止められたことのない人っているんですよ。偉い人とかでその俺の話を止めるとかってお前おかしいみたいな人がいてなのでそういう時ってそういう人の素が出てくるんですよね。 その要はあの普通だったら演説できるはずなのに演説できないからお前おかしいみたいなという感じでその,あのその素の部分ってあんまり人前に出してないものだったりするので結構面白い絵が見れるみたいなのもあったりしてっていうのがあのよくあるパターンです。